回はネタバレなしブックレビューを行います。今回読んだ本はこちら、白色の街のその骨の体温の、村田沙耶香先生の作品を読ませていただきました。あーもうすごいものを読んだなという気持ちでいっぱいです。もうとにかくこの本の話がしたくてたまらなかったので、もう聞いてくれ、ネタバレはしないけど、なんかこう読んだ後のこの気持ちを誰かに言わずにはいられないという、でもなんかこう うーんっていう気持ちがいっぱいなので、ちょっとその話をしたいなと思います。この作品のあらすじはこちら、クラスでは目立たない存在である小4のゆか、女の子同士の複雑な友達関係をやり過ごしながら、習字教室が一緒の伊吹優太と仲良くなるが、次第に伊吹をおもちゃにしたいという気持ちが強まり、ある日ゆかは伊吹にキスをする。恋愛とも支配ともつかない関係を続けながら、彼らは中学生と進級するが、野間文芸新人賞受賞、少女の性や欲望を描くことで評価の高い作家が描く、女の子が少女に変化する時間を切り取り、丹念に描いた静かな衝撃作。いや、もうほんと、すごい衝撃だった。もう、っていう気持ちでいっぱいになりました。この作品は、2012年の本なのか、わ、結構前の本だった。なんで私これ今まで読んでなかったんだろう、わー。2012年か。この物語はかつて小学生女子を経験した人たちは全員うっってなるの間違いない。男子も女子も絶対みんな、なんだろう、これをこの感じ知ってるって絶対に読んでたらなると思う。もしこの主人公のゆかの視線で全てが語られるんだけど、そのゆかの視線のでゆかが言っていることがわからない人は、あなたはいぶきタイプ、幸せさんです。なんかね、こう学校にいる時、まあ、学校じゃなくてもどこかの何かに所属している時、見えないこう順位があることに子供ながらにどんどん気づいていく。誰が言ったわけじゃない、あなたが一番、この人が一番、あの人が二番、この人が三番、だからその中で私は何番、トップのグループがあって、そうでもないグループがあって、一番、二番、三番って、あのグループはこういうグループ、このグループはこういうグループ、私はこのグループに多分所属しているみたいな、明確じゃないけど確かに誰もが感じているクラスの中のカーストを言葉にして、匂いとか、あの何とも言えない気持ちを文章にして、この本の中に全部書いてあるっていう感じだった。大人に なんかちょっとずつ周りのことが見えてきて、自分という人間がどういう立場の人間なのかっていうことを誰に言われたわけでもなく思い知らされていく。で、あの人の成長が早いなとか、あのこの人ってずっと子供っぽいなとか、そのなんていうのかな、その空気だけじゃなくて自分の中でも明確に、私はこの人より上、この人より下、この人よりマシ、この人にはかなわない、なんかそういう感覚が描かれてて、人はこういうコミュニティの中で処世術を学び、生きていく力をつけ、人と自分とを比べて、あ、これがやっちゃいけないことなんだ、これが傷つくことなんだ、これが嬉しいことなんだとか、周りに同化する安心感でも、そこにいる煩わしさっていうのを
ちょっとずつ学んでいく。でも時にそういう自分がそういうしがらみみたいなものに気づき始めて、そこに縛られ始めて、周りのみんなもそれに合わせて空気を読んで、空気を読むことを覚えてみたいな感じの時に、そういう空気に全く気づかない、全く頓着しない人がいる。そういう人に猛烈に憧れる、嫉妬する。でもその人は何も力を入れてそうしてるわけじゃないみたいな、なんかその焦燥というか、なんか憧れとずるいっていう気持ちとみたいな、なんかそういうのがないまぜになったりとか、そのまだ子供だった、何も知らなかった時にできた関係がずっと続くことで、心の平安を取るみたいな場面だったりとか、そういって何にも考えずにいられるあなたは何なのみたいな気持ちになって、二人きりの時じゃないと昔みたいな関係でいられない、他人から今ここで仲良くしてるのバレたらなんて言われちゃうんだろうみたいなことを考えてしまうから、二人きりじゃない時はまるで他人みたいに、でも二人でいる時はその小さい頃からの友達の関係のまま喋るみたいな、なんかどこかでみたいな、となんか感じたことがあるこの気持ちみたいなのがすごい、もうなんかね、黒歴史とかじゃなくても、なんか自分が感じたことのあるあれを具体的に言葉にされるとた時のこのなんかむずがよさというか、なんかのわあ知ってるみたいな感じのこの気持ちにすごいさせられる本でした。もしこの本当にこの気持ちを知らないとか、そんなのあったみたいなこと言う人は本当に嘘つきか幸せさんかどっちかなんだろうなと思う。私はこの本を読んで、もうなんかこれは自分が体験してきたことだからっていうのもあるんだけど、この先自分の姪っ子がまだ何にも知らない、そういうもう周りのね親戚一同から愛されて、みんなに可愛い可愛いってもう本当に大好きっていう気持ちだけで今愛されてるけど、それが保育園卒園して小学生になって、こういう気持ちを徐々にしていくのか、その時にこの子はどういう気持ちになってどういう風に乗り越えていくんだろうみたいな、もうなんかそういうの知らないで生きていってほしいって思ってしまうけど、多分そうもいかないんだろうなっていうのをすごい感じてしまった。ほんと難しいよな。でもこの人間関係というものはもう生きていく中でどうしても切っては切れないものだからし、忘れちゃいけないものだから、この本は本当になんか折に触れて読んで、なんかこのスンってお腹の中が冷たくなるみたいな感覚を忘れないでいたいなと思うし、そういうもう多分こういう、あと思春期中学生ぐらいの時のこの作中で途中で小学生から中学生にこう成長していく姿が描かれるんだけど、子供の素直さゆえのとか、なんかそのヒエラルキーの上にいると思ってしまっているからこそ、なんかその誰にもつけられたはずないのに自分でそう感じて、自分が上にいると思っている者たちの言葉のなんだろう、まっすぐな暴力、視線とか行動とか、そういうのからにじみ出る傲慢さとかがもうすごく描かれてて、もう、苦しいってなる。本当に。なんて、こう、無知とは、何も知らないということの罪深さの罪じゃないんだけど、なんていうの、知らないってすごい。そして怖い。そして、知っていって、傷つけられた、から人は優しくなれるんだなっていうのもわかるというか、これは
多分同じところにいる人が読んでも、まあもちろん得るものはいっぱいあると思うけど、何言ってるんだって思ってしまう部分もあるのかもしれなくて、それを通り過ぎた今だからこそ読むと書きむしられるだろうなっていう作品でした。本当に静かな衝撃作でした。私はもう本当に2012年だから12年ぐらい前の作品だけど、今すごく新鮮にうわーってなったので、本当にやっぱまだ読んでいない作品で名作って本当にいっぱいあるんだなと強く思わされました。本当に素敵な心に大きな打撃を与えてくれる作品でした。本当になんか読んでほしい。みんなどんな感想を抱くのっていうのを教えてほしいなってすごく思いました。ぜひぜひこの白色の街のその骨の体温の村田沙耶香さんの本です。素晴らしいのでぜひ読んでください。あ、本当に今回も素敵な本に出会えて幸せです。この衝撃を受ける、本を読んで衝撃を受けられるっていうのは本当に幸せだなと思う。素敵な本を読みました。ありがとうございました。ぜひみんな読んでねー。